こんにちは、ボタニカルショップの,の,の吉岡です今日は空手屋のオルビフォリアのご紹介をしたいと思いますとても人気のある空手屋でこの葉っぱがですね広くて大きくて葉っぱの模様も爽やかでとても人気があります空手屋って夜万歳して寝るんですけど そのように寝たりはしませんただですねこのおおらかな葉っぱとこの雰囲気がとても人気ですカラテヤは熱帯の植物になります高温多湿が大好きですなのでお水表面の土が乾いたらしっかりとあげてくださいねそれプラス霧吹き 霧吹きをしてあげると葉っぱがツヤツヤして喜んでくれます。とてもわかりやすいと思います。暖かさはですね、15度以上が理想です。15度より下回ってくると寒くなって、えっ、ー、と、休眠に入っていきますので、休眠に入った時にいつものようにお水をあげるのではなく、いつもよりも間隔を空けてお水をあげるようにしてくださいね。 間隔を開けるだけで水の量を変えたりする必要はありません通常通り鉢底から水が出るまでたっぷりとあげるあと乾燥が嫌いなので空中湿度を上げるために冬場も霧吹きは忘れずにしてくださいそしてこのオルビフォリアのとっても可愛いところがつぼみにあります葉っぱのつぼみ わかりますかねここにあるんですけどね。これがですね、ゆーっくりとこう開いていってくれます。その感じがとってもかわいいです。ぜひ皆さん、このかわいさ、体験してみてください。それでは、今日はここまでで、ボタニカルショップ、かのはのでした。